何かご用ですか？聞け囚人。構成プログラムの一環として結果次第では報酬も与えてやる。泣いて喜べ。このバトルではあなたの中にある認知の名、これを乗り越えられればあなたの構成は飛躍的。このプログラムのために特別な舞台も用意してやった。あなたの日頃の構成の成果ぞ。では望みがあるなら来。構成は見るのですか？登録を行うのですね。登録するのですか？閲覧なさい。これですか？これですか？構成の時間だ。なんだ。刑を執行、たどるべき道は強力な力を持っているな。強力な力を持っているな。強力な力を持っているな。可もなく不可もなくといったところですか。これでよいのか。過度な力は破滅を招きますよ。強力な力を持っているな。引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだろう。生まれ変わるといい。過度な力は破滅を招きますよ。過度な力は破滅を招きますよ。可もなく不可もなくといったところですか。引き継ぐ技能を選びなさい。これでよいのか。なるほど。これ過度な力は破滅を招きますよ。強力な力を持っているな。引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだろう。二人とも始めるのだ。この場から消えうず、お前の運命が定まるその時。
貴様では扱いきれない。貴様では扱いきれない。やめるのか。ジュスティーヌ、お前の担当だ。あなたの奇跡です。これですか。このペルソナを引き出すのですね。あなたの力です。このペルソナですね。このペルソナですね。囚人を盾へ押しっこたったいです。やめ終わりですか。なんだ、せいぜいあがけよ。着いたね。ここからどうするの。強そうな奴がいるぜ。ありゃ気をつけた方がいい。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。いただいている。ヒッダウン。ジョーカーすごいじゃないか。やってやる。これで終わりだ。やるなら人を思い出すのも。あれペルソナ、これだ。悪いな。やるぞ。熱い技だろ。よし、シャドウ撃破だ。さあ進むぞ、ジョーカー。ジョーカー、宝箱があるよ。暴いてやる。何者だ。何なのこの囚人。先制攻撃チャンスだ。いけ。自分の実力は怖いな。結構痛いぞ。ざまあねえな。すっげえ。陽気そうな敵だ。一歩ずつボケてみたらどうだ。相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。
暴いてやる。何者だ。イカれてるぜ。これは火炎に弱い敵だな。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。満ちた心地です。な
おい、これ。暴いてやる。何者だ。まだ持てないんだよ。先制攻撃チャンスだ。銃撃属性が弱点なら撃ちまくれ。ペルソナ食らえ。おお、召喚がクリーン。奪え。おお、召喚がクリーン。よし。俺も出世。正体を見せろ。何者だ。先制攻撃チャンスだ。行け。疾風が弱点だ。祝福属性が弱点だ。持ってるか。過ぎて相手にならないね。正体を見せろ。何者だ。何者だ。こいつ、イカれてるぜ。ヘルソナ。弱点は見当たらないな。我が決意の証を見ろ。残り2体ほど時短かな。おい、お黙れ。あと2体は使うもんだな。これはいかんの。全滅。さすがジョーカー。楽勝すぎてあくびが出るぜ。正体を見せろ。来い。来る気。そこか。ここでペルソナだ。生きてもこちらじゃねえぜ。これで。ペルソナ。ガルだ。これでしまいだ。これで終わりだ。
正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。行け。意を決めてゾロ。自分の実力は怖いな。自分の実力は怖いな。祝福属性が弱点だ。持ってるか。なかったね。巡回など一旦兵にやらせておけば。出るぞ。
て。よし、片付いた。じゃあ行こうぜ。奇襲、正体を見せろ。あいつ、ジョーカー、弱点をつくことは他にも目をくらませたり眠らせ、おっしゃ、行こうぜ。宝箱あったぜ。ここは誰も通さない。暴いてやる。何者だ。何なんこの囚人。先制攻撃コースだ。行け。よく食らえ。ジョーカーでクイーン。弱点は見当たらないな。行きます。
ペルソナ弱点は見当たらないな。ペルソナ目的ダウン。ジョーカー死ぬじゃないか。いい感じ。よし終了。終正体を見せろ。何者だ。この辺は認知が薄い。ここセーフル。宝箱発見。早く開けようぜ。暴いてやる。何者だ。さて倒せたね。さあ先に進もう。
絶対こっていうか、なんか浮かんまあ待て、ここまお宝は場所を突き止めただけじゃ奪え実体か。欲望にはもともと自分の欲望が狙われてるお宝だってこと。欲望を奪われるって強く言っそんなのど本人に予告してやるのさ。お前の心を盗む予告状かよ。まさに怪盗じゃ。そうすればお宝は絶対に出るはず。またそれかよ。けどやってみる価値は。これで潜入ルートは確保できたぜ。あとは現実で予告状をぶちかまして。おいよいよか。その息だ。現実で予告状を出したら、まあその気になったら言ってくれ。さてと。おう。よっしゃ。ね、ご苦労。
ここからが本当の勝負だ。なんだ。おう。いいか。どうする？よし。なるほど。
始めようか。試してみよう。これだ。そうか、君も。なるほど。よし。よし。Ha ha!
よし。よっしゃ。じゃあな。そうだ。
何します？いらっしゃいませ。ご注文はどちらにしますか？ゆっくりどうぞ。していました。
私に見るのですか？登録を本当にいいのですね。もう終わりか？なんだ構成の地さ、探りましょう。やめるの終わりですか？なんだ何かご用ですか？もう終わりか？なんだ終わりですか？なんだせいぜいあがけよ。そうか。よし、どれにすんだ？あ、それが壊すんじゃねえぞ。おう。ああ、よし、どれにすんだ？そうか。おう。また来い。ああ。ありがたく思え。また来い。ごゆっくりしていってくださいね。よく考えろ。
ごゆっくりどうぞ。やれやれ。ごゆっくりどうぞ。いらっしゃいませ。ごゆっくり。どうも。は？ああ。どういうつもり？
やめるの？こんばんは。あの後のことは覚えてる？その様子じゃ覚えてない。一度はね、昏睡から回復したの。そのうちまた普通あんなの飲む？はいはい。ちなみに倒れた原液と混ざると異臭が発生するの。まあどうでもいいか。おかげ今度は私の番でしょ、取引。それで私のオリジナルの薬ね。他言は厳禁ってことでいいよね？じゃ取引成立。ここに来てくれればいつでもお値打ち価格で分けて、種類もそのうち増えるかもね。今後ともご贔屓に。あれほどの怪盗行為、身体的な回復手段もどこで傷を癒していたの？調べればわかるのよ。我はなん、ちぎりはすなわち囚われを、我死神のペルソナの生誕に祝福。そうだねえ、あ、検査中にも言ったけど、10代のも私はあなたの受験のためにお薬を提供、新薬もう動けるでしょ。じゃお大事にどうぞ。学校はどう？問題を起こすような。それなら起こしってのはな、ただでさえめんどくせんだから、変なことを書く。いいか、社会には一人で勝手にのたれ死ぬならまだま、世の中にそんなバカが。どうした？ああ、もう出るよ。分かってるって。それじゃ後でな。見ての通りだよ。お前が手伝ってくれると。このセルじゃただでとは言わねえよ。コーヒーの入れ方とか教えてやるよ。よし。Thank you.
怪盗団とは言っても君は未成年。生活の基盤を支えていた者がいたはず。しかも君が怪盗あの喫茶店のマス我ちぎりは砂我鳳凰のペルソナの生誕に祝福の頼んだぜ。やるか。